プレイステーションさんからこんなものが届きました。別にスポンサーで送ってもらったとかそういうあれでは全然ないんですけどね。自分で買ったやつなんですけども、ついに届きました。で、これは、ずっとね、ツイッターとかのね、方でも言ってるけど、コレクターズエディション。このホライゾンフォービデンウェストのコレクターズエディション買ったんで、それがね、やっと発売日発送が終了して、発売日にね、届いたというふうなことになりますんで、ゆう回復して、回復?開封していこうと思います。で、ちょっと片手でね、持ってるんで、ちょっとやりづらいんですけども、こうやって、で、よいしょ。ふっ。あとは中身を切らないように気をつけながら。さあ、どういうふうなものが入ってるかね、実は覚えてないんですよね。どうやって出そうか、片手で。いきますよ。ふっ。ちょっと一旦カメラを出してきますね。よし、無事出すことができました。じゃ、今度は。こっちを開けていかないんだけど、開けていかないといけないんだけど、なるべく箱に傷つけずに、ハサミを通したいんだよな。よし。OK。さあ、どちら側から開くのだ。どちら側？あ、ここにもある、ここにもある。OK。まだか。横から開くのか、あんたは。下にもなんかないな。ん？ここにもある。とりあえず全部剥がしていきます。正直正解ルートじゃない気がするけど、まあいいんだよ、いいんだいいんだよ。左から押し出すか。こんな箱なんだけどね。何個箱を開ければよいのだ。こいつは何？開け方違う感じ？どうやって開ければいいのかな？あ、なるほど。上から引っ張るだけだ。開いた。あまりよく見えないのだが。
設置用の土台ってことでいいのかな。いろいろ入ってそうだけど、この下の部分に。オッケー。で、これが、スチールブックでしょ？ディスク入ってないんだけどね。コードなんだけどね。このコード、貴様らには見せねえからな。まあ、この動画を見せる頃には、もうコード使ってるから大丈夫だろうけどさ。ね、こちらがアートブックですね。これは後で鑑賞しときます。OK。で、トレマータクス、タタタスク。てめえの番だ。よし、いよいよ完成しました。こうね、こうヒューっと、こんな感じ。でかい。とてもでかい。手、自分の手、こんな感じ。アーロイ、とてもちっちゃい。デザイン的に面白いのが、一作目のね、超大型のやつから引き継いでる部分があるんですよ。例えばこの背中のやつとか、これサンダー城が持ってたやつし、この、エコシェルなのかな？これもね、サンダー城がね、ついてたやつなんですよね。ちょっと足ちょっとね、あれ、トールネックっぽい見た目してたりとか、そういうデザインランゲージの部分でね、いろいろ繋がってるのはね、かなりいいですね。ちょっと引きで撮りますけど、こんな感じ。なかなかいいんじゃないかな。接続部分がね、硬すぎて10分ぐらいかかりました。まあ何にせよ、開封はね、終了でございます。あとはゲームを遊ぶだけだ。